山形オートリサイクルセンター社長の伊藤と申します。今日の山形県庄内地方、また昨日とは打って変わって、梅雨空に逆戻りしています。予報は雨のち曇りとなっておりました。自動車の新品部品を作るには原料調達から製品化まで多くのエネルギーを必要とし、同時に二酸化炭素もたくさん排出します。それだけのエネルギーを使った部品をまた原料にしてしまうのはエネルギーの無駄遣いとなります。自動車中古パーツとして再利用し、その機能を生かして使うことで環境にも CO2 削減にも貢献することになります。6月は環境月間です。地球温暖化防止のためにもぜひとも自動車中古リサイクルパーツのご利用をお勧めいたします。どうぞよろしくお願いいたします。